はい、こんにちは、初馬でございます。以前の動画で初馬原付にホームセンボックスをつけるという動画を上げておりますが、あの時に上げていた原付はレッツ、スズキのレッツでした。そして今回、実はじゃん、スーパーカブ50を購入しました。黄色、めちゃくちゃ可愛いです。ずっと悩んで、購入させてもらった株です。はい、ね、今度からはこの新しい愛車株、これであちこち行きたいなと思います。ちょっと車載装備の紹介します。このでっかい箱、この箱、JMS のエキスプレス D ボックスです。もう一つワンサイズ大きいのに D ボックスがありますが、ハツナは B の方で購入しております。いっぱいいろいろ入って、普段はカッパとかロックとか、予備の防寒などで防寒着などを入れております。一応このキャリアもロングステイに付け替えております。結構がっちり支えてくれてて頼もしいキャリアです。見えないかな。そしてもう株の定番ですよね、ベトナムキャリア、センターキャリアとも言いますけど、こいつも付けております。そしてのベトナムキャリアに、そう、インシュロックでぶら下げてるだけですけど、さっきのワイヤーネット、これでドリンクホルダーとかも兼ねております。あとはコンビニフックとか時計、マルチバー、その辺が出ております。それでいろいろ行ってみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。